はい、ということで月間の検視チャレンジパート4でございます。パート4にしてまたしてもこちらテスト動画となっております。 60fps に何としてもしたいというねアザラシが、ね、意地になっておるんですけども、ネットで検索したらすぐ分かった。 60fps にしたかったらですね 720p 以上の動画のみ可能なそうです。 YouTube でね対応してはいるんですけども 720p って何なのかよく分かんないけども、例えば 720×480 のサイズでは 30fps に強制的に下げられるそうだ。 60fps に再生したい場合には無理やりでも 720p 相当以上の解像度にして投稿する必要があるらしいんだけど、 720p ね、まあ、一応設定できる、こちら、1024×768 っていう、そういうサイズで一応撮ってみております。これで上げてみたら、もしかしたら 660fps になるのかなっていう、まあそういうね、一応また検証をしていこうかなと思ってるんですけども、いやーねー、一個前に上げた動画がね、第1ラウンドで、コテンパンにされたのでね、多少ここも意地になってる。第1ラウンドぐらい勝ちたい。久しぶりとはいえね、感覚がつかめないとはいえ、そんな負けっぱなしは嫌。ここは勝ちに行きたい。好きやん。危ね。ここで敵は必殺をすぐ撃てる状況だから、いい加減なのはてめえだ。暗いな。ちょっとな、ガード負荷に負荷から、それはそのコンボはずるいからさ。強いね、やっぱり。アバよってことで、ほなまた。